皆様おはようございます。お元気でしょうか。無駄なし仲間に同情のお時間がやってまいりました。本日はですね、こちらです。まあ本日より、まあ、ちょっと食べないんですけど、まあちょっと珍しいものがあったんでね、仕入れてまいりました。はい、これが何かと申しますと、ニシンのぬか漬けですね。はい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 、根室からやってまいりましたね。ニシンがぬか漬けの、以前サンマのぬか漬けっていうのをやったことあるんですが、このニシンのぬか漬け初めて見たんでね、ちょっと仕入れてみました。そのうちちょっとね、実食してみたいと思います。でしょうか。本日お休み嬉しいなということで、店の方にね、晩飯食いにやってまいりました。そしてこちらなんだかお分かりになりますでしょうか。結構ねでかいです。包丁が、何センチだっけな、3×27、30センチ、40センチぐらいあると思うんですが、こんな感じですね。27、8から30近くあるのかな。ということで、早速ね、これ何かと申しますと、ニシンのぬか漬けなんですね。はい、本日はニシンのぬか漬けの美味しい食べ方、これいってみたいと思います。それではスターティング。オーバー。何がオーバーなんだ。朝から何も食ってないから力が出ねえぜ。はい、それでは早速ね、始めてまいりましょう。まずですね、これぬか漬けっていうぐらいぬかがね、ニシンのね表面についております。これをこのぬかをね、洗い流します。まあぬか好きだよっていう方はね、まあそのままね洗わないでやっちゃっても結構ですが、ちょっと結構ね粉っぽいんでね、落とした方がよろしいかと思われます。はい、そしてですね、多少つけてた方がこれ香ばしいんです。ぬかが焼けて、だから多少くっつけるみたいな感じでねお願いします。はい、まあ、ちょっと切らない方は全部落としていいですよ。はい、そうしましたらこんな感じになっていて、ニシンって骨が結構ねバーッと入ってるんで、これなんか軽く骨切りみたいな感じでね、ガンガンガガンガガガンガンとね、包丁を細かく入れて入りましょう。はい、ちょっとね凍っちゃってるんでね、包丁あんま入りませんが、こんな感じでシマシーマになりました。はい、そうしましたらこっち側もですね、包丁ガッツンガッツンツリリンコと、入れてください。これ解凍してやった方がやりやすいかもしれません。でもこれもともとね冷凍系でね、ぬか漬けにしてすぐ凍らせてしまうような感じになっておりますのでね、ちょっと今は凍っております。はい、そうしましたらね、まあ味ついてるんですが、軽くねお塩をフリフリフリンコフリジーをですね、していただいた方が綺麗に焼けるかもしれません。はい、もうこんだけこんだけこんだけですよ。はい、それではね、焼き台の上に乗っけて焼いてまいりましょう。はい、焼き台の上にね、ニシンのぬか漬け、乗っけました。つぶらない人にはかわいいよニシンちゃん。というわけで、いつも言っておりますように、お皿にこういう風にね、左頭、右尻尾で乗っかりますんで、まず裏側から焼いて、焼けたらひっくり返して、そのお皿にスライディングという感じでやってまいります。それではね、焼き台にぶち込んで点火していきましょう。はい、魚焼き器にですね、ニシンぬか漬けですね、ぶち込みました。それではね、点火一発してまいりましょう。点火、点火、点火取り。はい、点火しました。はい、それではね、片面焼けるのを待ちたいと思います。はい、お分かりになりますでしょうか。ニシンの方がね、片面焼けましたので、ひっくり返して、こっち側をさらにね焼いて完成となります。それではね、もうちょっと焼いていきましょうね。お分かりになりますでしょうか。ニシンぬか漬けですね、こういう、おお、脂がすげえな、こういう、動揺してしました。脂が手前にこぼれてきたんでね、もういいきつね色ですね。はい、これで完成とさせていただきます。それではね、テーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、テーブルの方にですね、ニシンのぬか漬け焼き運んでまいりました。非常にね、ぬかがね多少ついてるところが香ばしいね、いい香りがしております。はい、それでは早速ねいただいてみましょう。そして本日ビールがまるっきりないんで、こちらねチョイスさせていただきました。立山ですね、ポンシュ立山、
で、これがまたね、結構女性に人気があるというか、吟醸がね、結構フルーティーな香りで、やや甘口のお酒でございます。はい、それではトク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 トイッテテッテイ。いやービールね、だったら休館日すればいいじゃんみたいな感じではございますが、こんなごちそう目の前にしても回らないんじゃ失礼なんじゃないの、ということでいただきまーす。乾杯。うん、うまたまらんね。はい、それではね、食べていきましょう。結構骨がね、こうパーッとあるのをちょっとね、骨切りしたんですが、どうでしょうね。骨ですね。はい、うまそう。いただきまーす。プリプリ感ですね。はい、そしてね、このニシンはだいたいこのお腹のとこに、まあマコか卵か、卵が入ったら数の子で当たりみたいなね、感じでございます。どうよ今日は。白子の子か。あ、これ数の子か。どうよ。あ、数の子当たりよ。いただきます。このプチプチ感、たまらん。いただきまーす。最高。はい、それでは本日も最後までむだらしまがない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、ニシンぬか漬け焼き、ニシンぬか漬けの、ニシンぬか漬けの正しい焼き方、上手な焼き方、この辺をね、動画にしてみました。機会がございましたらね、皆さんもぜひニシンぬか漬けね、美味しいんで、行ってみてください。当店でも販売しております。販売送ってはいないですね。見えた方はもれなく食べれます。無料ではないですね。小田原に来た際にはぜひね、ご注文ください。もうあと残り10匹ぐらいなんでね、もう早いもん勝ちだよこれ。もうね、お願いしますよ。そしてグッドマーク1票入れちゃってください。もうそうすれば動画アップのモチベーションもバカバカバッカリーなーと上がって、いい感じの動画が仕上がるかもしれません。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。飲むよ今日も。じゃあねー。